大阪青しのげ、中学校、高等学校は、大阪府三島郡島本町にある私立の中学校、高等学校。昭和末期の高校生急増期に生徒を受け入れる目的で、奈美小高等学校高槻学者として設立された。設置者は、学校法人、奈美小学園。1983年4月7日に、奈美小高等学校の分校として、 大阪二括岐島江島三丁目2番1号に開校した。普通科の男子校で進む学校科を目指して2年後の1985年に大阪青をしのげ高等学校と改称して独立校となり大阪青をしのげ中学校も併設。以来中高一貫校として中高一貫教育を実施している。2000年より男女教学化された。清掃工場に隣接し、 2度にわたって大沖新問題に見舞われており、その影響で2002年頃に青しのげ、中学校の入学者が7名まで激減し、青量は並行するという噂が広がっていったこともあった。2020年4月より高槻市に隣接の島本町、和歌山台一丁目に移転した。高槻市の旧校地を前島校舎、現在地を島本校舎と呼んでいる。 大阪をしのげ、中学校、高等学校のエントランス、一つ上の自分へ、段階ジュニア世代の進学する1980年代の高校生急増期を控え、大阪府と大阪府私立中学校高等学校、連合会が協議し、高校生の受け入れ対策として、1983年度、1984年度には、私立学校も、 募集定員を増やす方向で1979年9月に合意した。公立、私学とも従来の高校進学率の維持を基本とした上で、私学の高校生受け入れ努力、条件整備に対し、負も助成することが申し合わされており、募集定員増加を検討する、養子中高連から大阪府内の私学へ要請した。浪小高校を茨城市で経営していた学校法人、 波小学園も高校生144名を引き受け、浪美小高校高月学者を開設した。同時期、高月市に波小学園の大阪体育大学も拡大移転する計画も持ち上がっていた。なお、高月学者から解消後の校名は、生運の志をしのぐとの意味を込めて、中国古典から青、遼の文字を取ったとしている。募集定員は3学年合計。 高校840名、中学90名。大幅な定員割れが長く続いていたが、移転後人気が出てきている。2020年入学者数は高校362名、中学35名。過去の在学者数は2014年が高校935名、中学101名。以降、2015年855名77名。 2016年737名62名、2017年746名57名、2018年795名53名となっている。鉄道なお、蒸気両駅から阪急バスの利用も可能。和歌山大センター駅に乗車、和歌、3体1丁目バス停下車すぐ、朝7時半から登校できるが、始業時刻は9時である。 通常より遅らせた理由について学校側は下本町では私たちはあくまでも新参者、地元の学校や企業、下本町役場等との通勤通学時にバッティングした際の混雑を考慮した結果としている。昨年度から3次元目と4時間目の間に昼休みを入れている。長らく成績優秀な生徒に大量出願させ大学合格実績を 水増ししていたことが2007年に発覚した。例えば同年と前年2006年の入試で生徒の受験料を学校側が負担。2006年の場合、生徒7人前後が関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学のいわゆる関関同立に、延べ約20学部、学科に合格させていた。ありがとうございます。